ナミュール包囲戦は大同盟戦争中の1692年5月25日から6月30日にかけて行われたスペイン領ネーデルラントのナミュールの包囲。フランスが1691年から1692年にかけての冬に定めた戦争計画の一環であり、アウクスブルク同盟の軍勢を撃破することで戦争を早期終結しようとした。 マース川とサンブル川の合流点であったナミュールは重要な要塞であり、その占領は政治的でも軍事的でも大きなプラスとなる。防犯率いるフランス軍は6月5日にナミュールの町を降伏させたが、メンルフォンクーホルンの守る城塞は6月30日まで耐えた。イングランド王ウィリアム3世がナミュールを奪回しようとしたため、フランス王ルイ14世は、 リュクサンブール公爵に迎撃を命じ、8月3日のステンケル家の戦いでアウクスブルク同盟軍と激突した。当時の地図の拡大。ピンク色となっているカッショはフランスに占領されており、ナミュールの近くまで進んでいることがわかる。1691年時点では、フランス軍がフランドル、モーゼル川、ライン川、ピエモンテ、ルシオンという5つの戦場に対応すべく5つの 軍を組織した。さらに、1692年の戦役における、フランス軍の目的を果たすために、フランドルでもう一つの軍が組織され、サンブル川とマース川の合流点にある、ナミュール要塞を占領しようとした。ナミュールの占領がフランスによる、ナミュール周辺の支配だけでなく、オランダに講和を迫ることができる可能性もあった。たとえすぐに講和できなかったとしても、 ナミュール占領は以降の交渉において重要なプラスとなる。ウィリアム3世がナミュールを救援するためにやってくることを防ぐべく、ルイ14世は同時にジェームズ2世の福井を画策。イングランド上陸を起とした。上陸軍はリムリック条約によりアイルランドにおけるウィリアマイト戦争が終結したことで別の戦役に投入できるカトリックアイルランド軍12000と ほぼ同数のフランス軍だった。しかし、進攻するにはまず、イギリス海峡の制海権を奪う必要があった。5月10日、ルイ14世は、劇作家のジャンラシーヌなど、宮廷の人々に同伴されて、ベルサイユ宮殿を立って、フランドルに向かった。25日から26日にかけての夜、フランス騎兵がナミウールを包囲した。 翌日に本軍が到着するが、その軍勢は前年のモンス包囲戦のそれよりも大規模だった。包囲軍は6万人と、大砲151門を有し、ウィリアム3世のナミュールライエンを防ぐための、リュクサンブール公爵率いる監視軍も6万人だった。一方、バルバンソン公爵率いるナミュール中流軍は約6000人だった。 セバスティアン・ル・プレストルと傍六百6 9 2年のナミュール包囲戦はルイ14世の長い治世においても注目に値する戦闘だった。まず、戦闘に包囲を指揮したセバスティアン・ル・プレストルド・ボーバンと守備を指揮したオランダ出身のメンル・フォン・クーホルンという有名な技術将校2人が参戦した。次にナミュールの位置と近くの地形により包囲は困難を極めた。 ナミュールの町はサンブル川北岸の低い平地にあり、周りを高地で囲まれていた。しかし、ナミュールの要塞がサンブル川南岸、マース川との合流点にある高地にあったため、フランドル地方における最強の要塞の一つとなった。ボーバンは前年に秘密裏にナミュールを偵察、その防御工事の設計図を作り上げた。これら設計図に従い、フランス軍は、 ナミュールを包囲する残豪を掘り、いくつかの大型砲台を築いた。5月29日から30日にかけての夜には3列の残豪が掘られ始めた。一方、ウィリアム3世は南西に進み、ナミュールに接近した。リュクサンブールは監視軍をジャンブルーから東へ進ませ、ナミュールの北にあるロンシャンまで進んだ。ウィリアム三世はメファイン側で海戦に持ち込もうとしたが、 大雨で増水してしまったためとかできなかった。ナミュール中流軍の大半はスペイン軍だったが衰弱しており、その状態は悪かった。中流軍は町を見下ろす砲台へ増援を送るために、装置を派遣したが、効果は少なかった。ナミュールの町は大した抵抗もせずに6月5日に降伏したが、7日の朝までの停戦が合意された。この停戦の間、 ナミュール中流軍は要塞に入り、フランス軍はナミュールの町に入った。また包囲戦の間に同盟軍が高地からナミュールの町に砲撃せず、フランス軍も町から要塞を攻撃しないことで合意された。包囲戦に参加したジャンマルタン・ドラコロニーは回想録でこれらの条項が合意されたのは要塞の本当の状態に無知だからだった。というのも、 要塞を落とせるのは町の方向からだけであり、それ以外の方向では難攻不落だったと記述した。方位線の地図サンブル川がナミュールの町と城塞を分けていた。城塞はサンブル川の側が最も脆弱であったが、先の停戦協定によりこの方向から攻撃することができなかった。マース川を見下ろす側は岸壁の上にあり、この方向から攻撃することは 不可能だった。そのため、唯一攻撃を仕掛けることができるのはウィレム・トリデがある、西側だった。フランス軍はまず、ウィレム・トリデへの接近を阻んだ、ラ・カショートというリザウトを占領しなければならなかった。残豪掘りは6月8日に、開始、12日には7個大隊とマスケット渋滞による、教習が行われた。ラ・カショートは陥落、防ンは空ホルン自ら守備する。 ウィレムトリデのダッシュを開始した。ウィレムトリデはちょうど山頂のところにあり、敵軍がもうすぐ城塞に着くところまで、それを妨害することができ、また城壁を砲撃から遮蔽した。フランス軍の工作隊は2方向から接近したが、直近の大雨により進軍は困難を極めた。クーホルーンはトリデを最後まで守り抜く、決心の証として自分の墓を掘るよう命じた。彼は、 この包囲戦で戦死せず、墓は必要なかったが、金字を殺した一枚の砲弾により頭を負傷した。ウィレムトリデへの最後の教習は6月22日に行われた。クーホルンの決意にもかかわらず、彼を含むウィレムトリデの守備軍200人は降伏した。ボーバンは翌日にクーホルンと面会、彼が少なくとも最も偉大な王様に攻撃されるという栄誉があったと述べた。 これに対し、クーホルンは、本当の慰めになったことは教習の最中に、バンに砲用の砲台を7回も動かさせたことだったと返答した。大雨により、道路はほぼ通れない状態にあり、フランス軍の砲台への弾薬の輸送が滞こうった。三指門公爵によると、大砲一門を別の砲台に移動するだけで3日間、かかった時もあった。台車は使えず、砲弾などは、 ロバと馬で輸送された。それらがなければ何もできなかったという。しかし、ナミュール周辺は多くが臨地であり、海馬が少なかったため、フランス軍はロバと馬などの動物には葉っぱと枝を与えるしかなく、その多くを失う結果となった。このように包囲が困難を極め、弾薬も不足したため、ボーバンはルイ14世に条約を破ることを求め、 ナミュールの町の側から城塞を攻撃しようとした。ボーバ番の意見は、どちらも不名誉ではあったが、条約を破って攻撃することは、方位を解くことよりは良い、というものだった。しかし、ウィレム砦が陥落した後は、他の防御工事も長く持たなかった。最終的な降伏は6月30日になされ、残りの中流軍は7月1日に退去した。 法医戦に従軍した三指門公によるとずっと続いた雨によりすべてが沼地溶かしたため力も食料も突きかけていた法医軍にとっては待つに待った知らせだった。ルイ14世以下宮廷の人々は7月2日にナミュールを離れ2週間後にベルサイユ宮殿に着いた。ルイ14世は勝利の祝いとしててデウムを命じた。歴史家のジョン・バプティスト・ウルフによると ルイ14世は、神にのみ帰属した偉大な勝利の栄光と記述、公平たちの努力を無視した可能性があったという。しかし、ナミュールでは勝利したものの、イングランドへの攻撃は、失敗に終わった。6月初のバルフルール岬とラオーグの海戦での敗北は、フランス海軍にイギリス海峡の制海権を握る望みを失わせ、上陸の線がなくなった。 イングランド侵攻のために用意されたアイルランド兵はラインラントに天廃となりフランス兵はフランドルにいる軍勢と合流したか沿岸警備に配備されたリュクサンブール公爵はナミュールの守備が整った後7月8日にナミュールを離れてウィリアム三世を追いニベルに向かったベルサイリュでは同盟軍の編成が終わり次第ウィリアム三世はすぐに ナミュールの再占領を行うとの知らせが入り、ルイ14世はリュクサンブール公爵に手紙を書いて、彼に早く進軍して、彼がナミュールで残壕を掘る前に彼と戦うよう命じた。8月1日、ウィリアム3世は晴れに移動したが、彼もルイ14世と同じく海戦を求めたため、3日にステーンケルケ村の近くでリュクサンブールに奇襲を仕掛けた。戦闘に、 明らかな勝者はおらず、両軍とも勝利を主張できたが、ウィリアム三世が戦場をフランス軍に明け渡したため、同盟軍によるナミュール侵攻の望みはついえた。その後は両軍とも大きな動きがないまま同盟に入った。ありがとうございます。